こんにちは、シーバトです。今回は昔のマルチエフェクター、実は音良かったんじゃないのという風な感じのお話です。最近ですね、 YouTube を見ていて、昔のマルチエフェクターを鳴らしてですね、もう25年前とか30年前のマルチエフェクターを鳴らして、実は結構音いいよねみたいな動画が多くてですね、それが面白くて僕もですね、こうやって便乗して動画を上げさせていただいているんですが、確かにね、今聞くと結構ね、いい音なんですよ。僕も G1 Zoom の G1 Next とかを動画で上げさせてもらってるんですけど、結構ね、普通にいい音だったんですよね。まあもちろんね、今のマルチエフェクターの方が断然音はいいんですけれども、結構ね、昔のものもね、捨てたもんじゃないなという風な感じがして、それがですね、逆に僕の中ではね、非常に不思議に思ったんですよ。なぜかというと、僕は高校生の頃、今から27年ぐらい前ですかね、1993年、94年、95年頃なんですけど、その時に使っていたマルチエフェクターはですね、いや本当にね、なんかこうビジビジしてすごく苦手だったんですよね。そのマルチに対する苦手意識があって、ずーっともう何十年も使ってなかったんですけれども、 Zoom の MS50G を買ってからマルチエフェクターに対するなんかこうイメージが一気に変わって、最近はマルチエフェクターばっかり使ってます。まあ、僕と同じで昔のマルチの音は苦手だったっていう人はね、結構いると思うんですよ。でもこうして YouTube で改めて聞くと結構いいなという風な感じがするんですよね。まあ、それがね、ほんと不思議でね、ちょっとね、僕考えました。何なんだろうと、なんでこんないい音がするんだろうと、なんで昔の音は良くなかったんだろうなっていうのがね、ちょっと不思議になっちゃったんでね、ちょっと考えてみました。で、大きくはですね、2つあるなと思っていて、1つはですね、卓録機材や家で使っているアンプの進化。今は録音するのはパソコンで音楽ソフトがあって、インターフェース通して音を鳴らしていきますけれども、当時はね、マルチエフェクターから直でテープの MTR にぶっ刺す、結構こういう荒技を使っていたんでね、そりゃいい音にはなんないだろうなっていう風な感じはしますけどね。あとは家庭用のアンプですね。家庭用のアンプも今ね、めちゃめちゃ進化していて、小型アンプもね、非常にいい音で鳴らすことができます。まあ、昔のね、もう30年前のアンプはね、下手すりゃ原因もないようなものもありましたからね。ボリュームとトーンしかついてないみたいな。僕も最初はヤマハのそういうので鳴らしてましたし、まあ、そういったことを考えると家での鳴らす環境が非常に整ってきてるなっていうのはあると思います。そしてもう一つ、これもう一つの方が非常に重要なんですけれども、デジタルの音にですね、皆さんの耳が慣れている、これがね、一番大きいんじゃないかなっていうふうに感じます。僕はですね、バンドをやっていた時に1990年代後半から2000年代初頭にレコーディングを行っているんですけれども、90年代はですね、アナログのレコーディングだったんですよ。アナログの大きい卓があって、で大きいアンプがあって、でそこにマイクを立てて、そしてレコーディングをしていたというふうな感じなんですけれども、2000年に入ってからですね、ちょっとしてプロツールスがですね出て、そこからですね、レコーディングがデジタルになってきたんです。で特にですね、若手のバンドマンはレコーディングに費用をあまりかけれないので、パソコン1台でレコーディングができるような、そっちの方にですね、ちょっとずつシフトし始めたんですよ。でその時代の波に乗って僕らもそういうレコーディングをしていたんですけれども、その時はですね、デジタルで撮ったものをどうやってアナログっぽい感じにしようかなと。やはりアナログが正とされていた時代だったので、どうやってアナログに近づけるかっていうことばっかりをですね、エンジニアの人と考えながらやってました。90年代はですね、やっぱレコーディング費用をめちゃめちゃかけてた時代で、まあ、ビーイングだったりとか、ああいう風なちょっと距離感があって空間があるようなサウンドっていうのが主流だったんですよね。コンプでバキバキに固めるっていうよりは、やはりレンジがあるような感じ、まだまだレコードからのですね、流れの方が強かったんですよね。でそれが2000年に入ってプロツールスが出てきて、どうしてもね、音の距離感が近づいてしまうので、それをどうやって離していこうと、まあリバーブだったりディレイだったりとかで、いろいろ創意工夫をしながらですね、アナログに寄せたミックスとかをしてたんですけれども、
椎名林檎さんがですね、それを逆に逆手にとってめちゃめちゃ距離の近い感じのミックスでアルバムを出したんですよ。それがね結構画期的だったんですけど、すごくて逆にいいじゃんと、バキバキでいいじゃんみたいな感じで、最初はねやっぱり違和感あったんですけどね、慣れてきたらねそっちの方がやっぱかっこよく感じてきたんですよね。今までになかったサウンドなんでかっけえと。でプロツールズでやってるそのエンジニアの方もそっちのミックスの方がちょっとやりやすいというところで、ちょっとずつねこうデジタルの方に2000年に入ってからシフトしていったんですよね。まあそういった経緯があって、アナログからデジタルに変わった時は非常に違和感がありました。これはね僕よりも前の世代の人で、レコードから CD になった時、これも相当違和感があったみたいなんですよ。もう今となってはね、その CD 自体ももうなくなって MP3 になって、で今もうデータという風な形にはなってますけれども、まあ、それがですね当たり前の時代になってきているので、デジタル化された音っていうのにもう僕らも違和感がないですよね。まあ、そういったことをね考えると、やはり一番大きいのは皆さんの耳が、まあ、僕も含めですね、デジタルの音に慣れてきた、昔ほどの違和感を感じなくなったっていうのが大きな要因ではないかなというふうに思っております。まあ、これに関してはね、いいとか悪いとかではないんですよね。まあ、いつの時代もね、アナログからデジタルになった時は結構ね、いろいろあるんですよ。レコードから CD になった時も、こんなんで音楽聴けるかみたいなおっさんもいましたし、プロツールスでレコーディングし始めた時もなんかこう人間味がね、音だなみたいなことをね、言われたりもしましたしね。今はね、もうどっちがいいとかじゃなくて、アナログが好きな人はアナログを聴けばいいし、個人の趣味趣向で選べる時代ですからね。まあ、ちょっと話は逸れてきましたけれども、昔のエフェクターもですね、今聴いても全然大丈夫な時代になってきたというところで、これ面白いんじゃないですか、逆に。一周回った感じがしますよね。今後はね、アナログとデジタルがこう敵対するんじゃなくて、混在しながら融合していって、いい音楽が生まれていくんじゃないかなというふうなことを期待しております。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。